このような悩みをお持ちの方には3つの三つ編みで作る簡単アップアレンジを紹介します。耳から前の両サイドの毛と残った後ろの髪で3つの三つ編みを作ったら、1つにまとめて毛先をくるっと入れるだけの簡単アレンジです。まずはできることから始めていき、おしゃれを楽しんでいきましょう。コメント欄であなたからの感想をお待ちしております。では作っていきますまず今回は、サイドの部分ですね。ここを、両サイド三つ編みにしておきます。割とここはあんまりきっちりっていうよりは結構ルーズな感じで、まとめるぐらいで OK ですので、自分の好みに合わせてですね、作っておいてください。でここを、毛先まで、このようにして三つ編みしていきます。で毛先は、輪ゴムで、留めておいてください。でこのように両サイド、三つ編みしたら、ここを、ゴムでまとめておきます。でここは、アップする部分ですので、割としっかりめに、三つ編みしちゃって OK だと思います。でここまで来たら、毛先をゴムで、しっかりまとめておいてください。このようにして2つの三つ編みができたらですね、もうこれを、毛先をこう丸め込んでですね、この中に入れるような感覚でグイッと入れちゃいます。で毛先から内側に入れていくと、自然とこういう形でまとまりますので、ここをですねピンで留めていくわけですね。あとはサイズ感ですね。ここのボリューム感を、自分の好みに合わせて調整していって、で留めるべきところは、崩れやすいポイントとしてはやっぱりここですね。ここが一番こっちに返ってきやすいので、ここをしっかり留めておくことと、あとこの辺ですかね、この辺りを内側をピンで留めておくと、こっちも一緒ですね。内側はなるべく隠すようにして、表面の部分で覆うような感じで留めていくといいかなと思います。で最後に、この両サイドの三つ編みした部分を少し整えていきます。こんな感じですね。ここまでできたら完成です。